はいどうも皆さんこんにちは、野中です。ですね、まあ今回は前々からやろうと思っていた企画、すなわち3人で籠城というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いしますといったところで、じゃあやっていきましょうか。そうですね、今フランクリンなんですけど、とりあえずトレバーをハングアウトで、そうだな、はい、でどうせトレバー対角線だから、そう今度はマイケルを、まあ屋敷に向かいつつですね、誘いましょうか。よいしょ、マイケル、ここ、はい、ハングアウト。すると、おいやっぱね、こういう風にねやると、この順番が多分いっちゃ早いんじゃないかな。マイケルどうせ家にいるからね、この時間帯。よいしょ、さーてと、あ、やばいな、ちょっと遭遇しちゃまずかったな。フランクリン確か弾持ってないんすよ。まあいっか。 Hey, good to see you, Frank. よいしょ、そうですね、喋んのね。We got through it. It was close, but we made it. The show? I mean, shit. We were real lucky there. We should have never managed that. That was crazy. I mean, even by my standards. Certainly crazy by mine. で終わったのね。まあね、籠城の時はね、基本的に弾少ない時に籠城してますよね。で、まあ、弾を、そうだな、まあ、ちょっとね、お借りして打ってお返しするという、そういった形をとってますからね。そんな感じでいきましょう今回も。そうですね、お腹がね今痛いんですよ。これ関係ないね、はい。そうだね、まあもうそろそろトレバーのとこ着くんじゃないかなといったところで、籠城場所がねまた遠いんだな、こっから。ほんとね、籠城場所がね遠いんですよ。するってと、順序的にはマイケル後に拾った方が早かったかな。まあいいや、まあ、そこのとこ深く考えないでね。そうで、帰らんないもんね。よいしょ、はい、行こう。よっしゃ、で今度は北に向かってね、バイングドヒルズのあたり。 Well, gents, we did it. Damn straight. Yes, quite a journey. We robbed the fedsWe tricked the IAA, we boosted a huge pile of gold, and we defeated a private army and its billionaire investor. That's the way you retire. But, most importantly, Frank, is that we learn to not be snakes. You got that? Yeah, sure. Because if you learn too much from Michael and not enough from Trevor, then you're doomed. Before you know it, you'll be faking deaths, stabbing backs, and taking plea bargains. Yeah, that's right.Eating junkers, smoking meth, and molesting sailors. It's not molesting if they're lonely. It's patriotism. You're not even American. I am. Fuck you. Yeah, whatever you say, eh? 話終わったかな？もうそろそろね、籠城地点に着くんでね。まあこの辺でちょっとルール決めときましょうか。ですね、まあ籠城して、そうだな、まあ手配度上げる、籠城する。そっからそうですね、手配度がマックスになったら、その籠城地点から脱出という形でいきましょうかね。弾がねえんだよな。まあとりあえず手配度を上げましょうか。よいしょ、よいしょ、まあ、いや、リロードしといて、こっちだよ。なんかおかしいと思ったわ。あ、ごめん、巻いてる。ドア開けとこ、ちょっと。来たね。こっちが先か。どっちが先に来ると思う？どっちが先だい？これは。あっちかな？同時かな？これ。あ、結構同時っぽいね。
でもこっちの方が先か。ほい、来た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 。じゃあ行くよ君たち。さあ行こう、行こうか。あれ来てる？お、来てる来てる、オッケー。行こうぜ行こうぜ。よし、さて、おなじみの籠城地点ですね。オッケー、あ、そこじゃないバカ。そこだと蜂の巣だからこっちでオッケー。あら、取ればそこまずってないか結構。オッケーオッケーオッケー。え、どこ行くの君たち、君たち、君たち、君たち。ちょっとお前裏切りかよ、まさかの。はい、喋るのはいいけどさ、出ておいで、出ておいで君たち。あー、やばい。オッケー、来た来た。おーおーおお、マイケル、お前そこ邪魔だよ結構。オッケー、トレバーは、トレバー、トレバーどこ行った。まあいいや、喋ってるだけだよな、トレバー、お前な、その中でな。おー、出てきた。オッケーオッケー、オッケー、君たちいいね。今度はマイケルが休む番かい。オッケー、ナイスワーク。そうですね、そろそろ、よいしょ、よいしょ。そうですね、そこの山が過ぎたら、お前何、何を撃ってんの、何を撃ってんの、ちょっと死体だよそれ。 OK、 いや、ちょっとトレバーに援護頼んで弾を取りに行きましょう。援護頼んだよ、ちゃんと援護してね、してるね。 OK、 よし戻ろう。はい、あら、君たち入って入って。いや、そっちには行かないでほしいな、マイケル。オッケーオッケーオッケー。あら、見失ってる状態ですか。オッケー、あとは、いや、取ればそれ邪魔だろ、どう考えても。それは邪魔だよ。お、入れ替わった、休憩かな、取れば君。オッケー、ちょっと前に出ましょうかね、これ。ここに、こう、おっと、危ねえ。オッケー。そしたら、多分フォーメーションがかっこよくなるんじゃないかな。なんないかな？うん、なんないね。じゃあ、私、こっち行きます。ここ、ここに着きます。あ、ここちょっとまずってんな、 いろいろとまずってる。やっぱここにしよう。そう、パーティータイムレディース。上に登ってこないですね、なかなか上に来ない。まあ、とりあえずちょっとボット投げてみますかね、こういうのね。で、ここに入っていないね。じゃ、籠城になってないよこれ。オッケー、なんかすごい地味になっちゃったけど。オッケー、さて、弾が少なくなってきたところでどうでしょうかね。いや、厳しいなこれ。これ地味だな、絵が派手な企画のはずなんだけどな。
なんで警官入ってこないんでしょうね。脱出行っちゃいましょうか、これ。ちょっと、軽く。じゃあ、ちょっと、この辺まで前進して。行くか？もう。よし、行こう。行こう、君たち。援護頼むよ、援護。行くぜ。そこじゃないでしょ、この鉄輪のとこにはザザっていけないのかな。来た、オッケー、オッケー。ちょっと接近になると怖いからな、この辺でちょっと行くか。一瞬カクつかなかったかな。オッケー、オッケー。おーっと危ね、オッケー、ここ、よし。おっと、マイケル大丈夫か。そこにいたか。よし、行くか。よいしょ。ちょっと壁、壁入って、オッケーオッケーオッケー。よし、行こう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 。脱出ね。あら、マイケルは？マイケルどこ行った？あー、来た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 。よし、いや、パトカー盗んで逃走しましょう。ちょっと弾がもったいないから、これで開かないか。あら、開かないんだけど。何？はい、最強の3人を怒らせたら怖いよ、分かってる。危な、危な。おっと、全員死亡、これ全員死亡かな。といったところで、まさかのドアが開かないといったところで、今回これで終了したいと思います。そうですね、まあ、ドア開かないってひどいよな。次回もまたサン・アンドレアスで会いましょう。